あのー、前々からこういうロケ行きましたよみたいな話がちょこちょこ出てくるんですけど、一応その、夏ぐらいから撮影をしてます、伊集院光のテレビっていう、ちょっと宣伝させてもらうと、BS12 っていうその BS の、よくあの、マリーンズの中継してる曲だよね。マリーンズの中継か、あと水前時期をこのありがとうの再放送か、<laughs> まあ俺の伊集院光のテレビっていう、その、BS12 っていう、 その曲で金曜日の夜中の2時から今、毎週30分番組やらせてもらってるんですけど、それはまあ伊住日から責任編集ってことで、企画立案出演とかあと編集とかに至るまで、まあ僕が責任を任されてるっていうか、まあやらせてもらってる責任を、全権をもう、も委ねられてる番組なんですけど、まあそれの第1回目とか第1回目、2回目がまあオンエアさせていただいて、一応最初のその、真剣じゃんけんっていう、 女性芸人編っていう女の子の芸人が8人で割とこう一生懸命心理戦を戦う人間の人間全体の持ってる嫌なところとかあのいいところとか全部出るようなと俺は思ってやってる企画がオンエアされてでちょうどその次の第3話第4話今週の金曜日オンエアされる第3話と来週の金曜日オンエアされる第4話をまあこの1週間編集の真っ最中でまだ終わらないんですけど まあね、ちょっとこう言っちゃうと、その女芸人編ってやっぱり芸人なんで、こう、どっか嫌われようがめちゃくちゃしようが、何をしようが、面白ければいいっていう意識が、それは正しいと思うんですけど、面白ければいいっていうこと、そうは言っても人としての優しさみたいなのが工作する形になるから、その存在自体の滑稽さも含めて、僕の中ではあ好きな会ができたんですけど、 3,4のその女の子のタレントの回ってのを作ったら、まあ、殺伐とするんですよね、なんか。なんかわかんないけど、正しいことみたいのが、建前みたいのが飛び交う中でみたいな、じゃあ一体本当に何考えてんだよ、みたいなのが、笑いよりも殺伐と、俺の中では、 BS12 の全体のホームページの中でもドキュメンタリーの部門にこの番組は位置している。なぜか間違って分別されてるので、<laughs> あの、僕はドキュメンタリーっていうよりも橋田巣が子ドラマの位置にね、<laughs> 一応置いてるんですけど、ありがとうとほぼ一緒のところにいていいんですけど、<laughs> ま、それで編集してみてこうちゃんと繋いでみたら、ものすごい殺伐としてたから、 あのー、前にオープニングで、僕その番組のオープニングで熱海で炎天下、金髪の、のボブカットの金髪に身動き取れないぐらいの巨乳の父の詰め物をしてオープニング撮ったと。 その AD の中島くんっていう、その新入社員の中島くんっていう子に、とにかくいい女の、お前がむしゃぶりつきたくなるようなおっぱい、作り物のおっぱい作れって言ったら、足元も見えねえようなおっぱい作っちゃって、NG も出せないまま、その巨大な異様なおっぱいをつけてオープニングを撮って。で、そのオープニングから始まるんだけど、その後ちょっと殺伐としすぎるとなって。じゃあ、その人物紹介とかを、 えー、今から、今回の番組にエントリーしてる女の子のこの子たちですっていうのを、最初はその、えっ、ー、と、素の僕で撮ってたのを、えー、あのババア巨乳ババアで撮り直そうっていう。巨乳ババアで撮ることで少しはその、えっ、ー、と、笑いのテイストっていうか、これが滑稽であるっていうテイストをつけようとこになって、 今からあのカツラとあのおっぱいを用意しろっていうことになったんだけど、したら AD の中島がちょうど一週間前から体調を壊して入院してると。もう動けない状況で、もうかなりこうやばい状態。今もうその移住院光のテレビのスタッフからも外れてもらって、ちょっと制作をし,はしばらく安静にしないと無理だと。 なんか、もともと持ってる蓄能の手術をした上に、さらにその疲労度が高すぎるから、えっ、ー、と、回復その仕掛ける時にまた何かお大きな、えー、風にかかったりとか、風をこじらしたりとかして、まあ、もうほとんど、おっと、そのス、スタッフワークはできないような状況です、みたいな感じだから、あのおっぱいを手掛ける人間がいないと。<laughs> 新しくその代役で入ってきた桜田の、の、がおっぱいを作ることになったんだけど、AD の中島がそれだけはやり遂げたいと。<laughs> <laughs> あの金髪巨乳ババアのおっぱいは俺にしか作れねえんだ。病院を抜け出してでもおっぱいを作りたいって。俺はさ、その言葉にさ、迷惑だなぁと思った <laughs>。それでまあ結局いろいろその、 すでに撮ってある映像も、やっぱりそれでも中島は絶対安静だからと。ね。まして夜中の、夜中にこの編集場まで来て動き回るものができないからつって、その桜田にメールとかのやり取りでどれぐらいの大きさだと。ね。えっ、ー、と、タオルを使っておっぱいを作るときにはここが歪になりやすいから、ここ気をつけてくださいと。ね。えっ、ー、と、この部分ではみ出った部分に関しては、中に折り込んで、両面のテープで止めないと、激しく動いてるうちに、 乳首が2個あるみたいになってしまいますからそこだけは気をつけてくださいみたいなそれ <laughs> でそれがもうその届くわけですよ大根新しく入った桜のとこにでそれをほぼ見ずに消去して <laughs> まあ別にこんな感じかっていうおっぱいを作ってそれでその場で取る撮るし取って、えー、とトップバッターは誰々ちゃんなのみたいなやつを取って そのババアの格好で撮っ編集所の一会議室で、そのババアの解説を取るじゃないですか。取ってそこをまた編集に入れるじゃん。で、そうすると、今度は俺、そのディレクターだから、その作業をしてる、う実際にコンピューターをいじってる人たちに対して、ごめんなさい、そこね、2タイミングぐらい早いと、そこギャグ死んじゃうから、そこもうちょっと、そこはだからちょっと、違う違う違う。 だから、そこすぐ次行っちゃうと、全然余韻がないから、2 0ぐらい気持ちのもう何フレームそれ伸ばして、で、一回見して。あ、それちょと長いんでもう一回、みたいな。いや、感覚で掴んでもらわないとずっとやってるもんだから、ってやってるのがまだババアの格好のままの。巨乳はもっと取っていい、もう取っていいはずなんですよ。だけど、 次のところも、そこが決まったら、その次はさ、続いては、三田寺リサちゃん、見た田取らなきゃいけないじゃん。この切り替えが、なんか、もう精神を蝕んでるから、最終的に支持してる方が、そこはダメなの、もう、サーフレームでも、譲れない、譲れはしない、そこは、みたいになってるから、もうなんか、ふざけてるっていう、なんだろう、これ。で、その合間にも西矢田も行ってさ、福山正人と会ってるから、いやその時の格好は、挙には入れてないけど、会ってるから、 ダメだん、俺。放題しちゃうんだよ。まあ、その、こうやってラジオ聞いてくださった上に、じゃあ、その番組の方も、イジンヒカのテレビの方も見てくださってる人は、まあ、お楽しみっていうか、ええー、確認できると思うんですけど、だから、オープニングの熱海のババアと、熱海のババアのおっぱいは、byad 中島、中島の遺作なんです。<laughs> ね、ええー、中島の、その、えっ、ー、と、が、ホリプロで残した爪痕。<laughs> ね、爪痕は、あの巨大な、巨大すぎるおっぱい。 なんですよ。ね。だけど、えっ、ー、と、オープニング曲終わってから出てくる、その、えっ、ー、と、ストーリー回しのババアに関しては、えっ、ー、と、新しい AD、桜田のババアですから、だから、なんだろう、あなたはどっちのババアのおっぱいがお好みかっていう。<laughs> 僕的には、あのー、 AD の中島の方のババアは、ババアのおっぱいは身動きが取れないもん。<laughs> <laughs> 足元が全く見えないから、桜田のおっぱいの方が良かった、良かったんですけども。まあまあ、これで健康になって中島が戻ってきてくれれば、バージョン2、バージョン3でね、いい巨乳ができてくるんじゃないかとは思ってるんですけど。で、まあその、全、全県監督、 だけどもちろん切ってくれる他にもディレクターでこの人たちはもう才能のある人たちでディレクターがいて、で他にもその周りをやってくれるスタッフがいて、で、さらにはその編集室についてる人たちっていうのテロップ作りとかをやるので、そういうの人たちの力も大いに借りてはいるんですけど、とにかくその、トップがバカだと困るっていう例に、あのね、夜中まあその、え、食事もして帰ってきてさ、帰ってくるときに、食事行く前か。行く前に急に、その、 今までの状況確認みたいなシーンがある、あって。で、そこは要するに今こう、今の状況でこのゲームの誰が有利かとか、誰がどんなこと考えてると思うかっていうのを、ババアなりの視線で語るっていうところがあって。で、それを取り終わって、俺としてはもう、生き生き、ババアと、もう完全にババアになってるから。俺、そのババアのモデルババアっていうのがいて、俺の演技プランの中でのモデルになってるババアは、あのー、 テレクラキャノンボールで、猫いっぱい飼ってる金髪のショートボブのババアいたでしょうんこ食わせるババア。うんこ食わしてくるババアいるでしょあのババアのイメージ。あのババアのイメージを俺頭の中に入れてすげえ一生懸命やってんですけど。で、まあその自分の中にあのババア降りてきたりきたっていう。いいのはやっぱ、現場にいたから現場のこと分かってんだけど、そのババアがこうやって降りてくることで、なぜあそこでババアになるかっていうと、無関係なババアに一旦戻ることで、 その時の全体の結果を知っている俺ではない。今までの状況を見たババアが降りてくから、降りてきて、ブリ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 ーってスタッフに、<laughs> さあ食べなさいっていう、で、それができますから、ね。で。<laughs> あのー、詳しくは今のやつに関して、もうリティールを少ごし知りたい場合には、テレクラキャノンボール、ブルーレイディスクで出てますんで、<laughs> ぜひこちらを見ていただけると。<laughs> 今後俺の DVD 買ってくれるお金はなくなりますけど、<laughs> <laughs> それ見てもらうと僕のモデルババーわかりますんで。で、その、ババアが表意して全部今こうなっててこいつも怪しいしこうだしってこいつもやばそうだよねなんてことを全部言ってる、その状況確認っていうシーンがあって。で、そこにこう、確認って書いてあって、ババアが喋って、その画面の喋ってる。テロップにはでっかく確認って書いてあって。で、ここにさりげなく左下のところに、 豚の角煮の写真を、さりげなく出してほしい。<laughs> あの、確認っていうところで豚の角煮があるっていうこと、これ,これ豚の角煮だよねって思ってほしいっていうのが昔、昔はあ、僕の中にありまして。だこれには僕は苦い経験があるんです。昔、えー、っと、この伊集院光のテレビの前身の伊集院光の番組っていう、番組、新番組からその番組っていうやつの中で、 野球のルールを元にしたバラエティを作ったときに、野球のセオリーが分かんない人にはちょっとわかりづらいと思って、セオリーっていう、セオリーを説明するシーンなんだけど、その時に端っこにセロリーをスッて置いといた。このセロリーが全然しなびてて、あんまセロリーに見えないわけ。そのせいもあって、本来なら大爆笑のとこですよ。<laughs> セオリーですって説明してるのに、いちいちセオリーが出てるから、もうなんなら一回 DVD 止めて笑いを抑えるちょっと死んじゃう死んじゃうってなっちゃうようなとこなのに、全く受けた形跡がないんです、僕の中。で、今回のこの、確認の画面の左下に確認があるっていうのは、ちょ、これは、やばい、来たっていう。ね。 来ましたよ、チャップリンが降りてきましたよ、今っていう僕の中に、ついに平成のチャップリンって誰なんだと思ったら、俺でしたかと。僕は平成のチャップリンを探し歩いてたけど、俺だったんですかと。こんな爆笑王がいるのかと。でも、確認の写真が欲しいんだってなって。でしたら、 その膨大な量の著作権フリーの画像を持ってます。持ってますが、その膨大な量の中に確認あるんですいくつか豚の確認があるにもかかわらず、なんか俺が思ってる、器の真ん中に、なんちったか器を切り抜きたいです。器を切り抜いて、もうその豚の確認だけが、その器の入った豚の確認だけがあるやつが欲しいのに、要するになんか、えー、と、四角い写真の中に、その、 器ははみ出ちゃってるやつとか、あと器には入ってんだけど、なんかこじゃれた角煮の、そう、何トロトロにしちゃってんだよ。トロトロにしてエッジがさ、なくなっちゃってたらもう角煮じゃないじゃん。あとちょっといい肉使っちゃってるから、豚バラ感がねえやつとか、ばっか著作権フリーの写真があって、俺のこ、こ本当にカッチリとした豚バラの上に、 あの、ちょうど、そう、ほんの1センチぐらい黄色いからしがちょろって乗ってるっていう形の豚の角煮が全然ないの。これじゃねえよ。これ次々出してくんだよこれじゃねえよっていうタイトルにも、なんかオリーブオイルを使うことでなんとか風になった、えー、ヘルシー角煮とか書いちゃったから、そんなんじゃねえよ。でも一目見てもう、ダ角煮だよ。ダ角煮って思って。もうなんでもねえ角煮だよって。何か、えっ、ー、と、 ええと、煮る前の段階にコーラを入れることでトロトロになってるから、もう角煮とは思えないぐらい、ト,トロトロ、自分で立ってらんないぐらいになってるみたいなことがキャプションに書いてあるけど、じゃあダメだよって俺の中でそのコーラをどうにかしろよと思うよ。ばっかな。<laughs> で、いい確認はアップに、宴会シーンのアップに入っちゃってるから、なんかその全体が居酒屋っていうシーンの、この角煮なんだけど、 端っこが切れてたりとかするわけ。器の。要するに丸く切り取れない状態なわけ。したらその中に、もう何の努力もしてない、これだっていう確認の写真が出てきて、これだと思ったんだけど、それは、そのスタジオのケータリング用のメニューに載ってる、釜飯屋のサイドメニューの、本当のメニューの確認なわけ。<laughs> これほいで、AT の桜田に、この写真が使いたいけど、 この写真の権利関係はどうなってるんだっつたら権利関係わかんねえと。だからこの、その、どえー、電話して、釜飯屋に電話して、権利関係を聞けって言ったら、釜飯屋の方に電話かけて、まあ俺に言われるままにもう全県監督だから、俺が聞けたら聞きゃいいんだって言って、釜飯屋に電話かけて、向こうはつあ、すいません、ご注文なんですかあの、電話番号からっていうような釜飯屋なんだけど、いや、あの、すいません、そうじゃなくて、あの、ね、えっと、メニューに、あの、載っている、 角煮の写真の権利みたいなものがどうなってるか知りたいんですけど、つって。もう向こう、そ僕バイトなんでわかんないです。<laughs> そりゃわかんないよな。店長だってわかんないよな、そんなの。そこでひらめいたね。角煮を撮ればいいって言った。角煮 <laughs> を買えばいいってこと気づいたんだよそれでもう、この角煮を買って俺の所有物にした上で、俺のカメラで撮って使う分には、これはもう絶対、その、 何の問題もない。権利的に何の問題もないとこになって、確認を注文すればいいとこになって。ほいで電話して、で、みんな、その、じゃあもう、こうなったら、晩飯、みんなが取る晩飯、そのスタジオで、昼とか晩とかになったら当然みんなご飯食べるわけです。その時のためのメニューの一個がその釜飯屋だから、だからもうこれからお前らの晩飯を全部釜飯にして、 確認だけ取れないの。3000円以上しかケータリングしませんみたいななってるから、全員夜、釜飯、釜飯でいつもは何にしようって中華とかになるけど、今回じゃ釜飯ねって言って、ここの釜飯取って、ついでにサイドメニューで、その、えっ、ー、と、確認を追加で取って、で、その確認を撮影して、俺の超面白い、確認って書いてあるところ、ろ何の説明のもうなく確認があるっていう、超面白いやつができます。これ何の問題もございませんと。と AD の、 あの、桜田が、桜田に、じゃあ、わかりましたって、ちょっと、早いですけど、先に注文取っときます、っつって。で、その、夜の、配達は6時半から、みたいので、この時点で5時半ぐらいだから、先にじゃあ注文取っときます、なんて、じゃあ、何かまめにしますかみんな取ってるじゃん。取ってる中で。伊集院さんどうしますかあ、俺、あの、この後創作フレンチに行くから、いらない。ほい, <laughs> <laughs> いでさ。 これもどこで切ってもいい話なんだけどさ。創作フレンチに、このさっきの味繋がんで行くじゃん。で、神さんと待ち合わせ行くと、神さんもそれなりに小綺麗な格好してるわけですよね。その行く、そういうとこに、珍しく連れてってもらうっていう頃だから。あの、鳥貴族に行くときは、よりは貴族に近い形をし,してるわけですよ。<laughs> で、んで、神さんで、そこに来てる段階で、今何やってたのってか、これこれこういうことでって、俺がこんな超面白いね。確認って言ってるところに、確認の写真があるやつを追ったとき、神さん吹き出して、<laughs> 面白い <laughs> わかってると思って、この人で、<laughs> ほいで、その角煮が全然写真がなくて困っちゃってさ、つったらさ、うちのかみさんがさ、そんなに大変だったら私帰ってから角煮作ってあげようかっていうのねそのちゃんと、その、あんたのリクエスト通りの確認を作ってあげようかって、いや、そうじゃなくて、それがね、ギリギリで、その、AD の桜田くんとかも起点聞かせてくれて、釜飯屋のサイドメニューに俺の求めてた器に入ってる、求めてた角煮があるんだって。だから、大丈夫になったんだよ。 っていう話になって、それでさっきのやつに繋がるわけ。ほいで福山雅治と会って、やっぱすげえな、福山雅治、かっこいいなってテンションになって、うちの神さんもう夢心地で家帰ってくわけ。で、俺は編集場に入ってくるわけ。そしたらさ、確認があるんだけどさ、その確認がさ、まず器がプラスチックの器に入ってるわけ。そしたらなんかそのさ、よくある釜飯屋さんのケータリング、いわゆるそのデリバリーによく多い、 使い捨ての器にもできますが、ちゃんとした器にもできますみたいなんじゃほいで、そ,れでその、普通はそういうスタジオとかってさ、取りに行くのめんどくさい使い捨ての器になるから、どうやら使い捨ての器らしいの。あと、なんだろうね、要はその一番最初に権利関係を尋ねた上に、うを曲折して注文した客だから厄介だと思ったのかなしかも早い時間注文した客だから厄介だと思ったのかなバイクが急いできたのかな超寄ってんの。<laughs> 確認が。 あと、あの、枯らしがかけちゃってあるんだけど、俺の思った感じのかけ方じゃないなんか。最悪だよ。<laughs> あと、もっと言っていいその時点で、もうこのギャグあんまり面白くないと思う。<laughs> 確認が映ってても。<laughs> 最後の帰り道、やっぱり福山正春のかっこよさとそれに近い俺は何だっていうのを思いながら、割と短距離だけど、その麻布の道を歩いてて華やかな麻布のレストランや街並みね、そこに通る俺がいつも付き合わないような人たちとすれ違うたびに、あんまり面白くねえな、ってなっちゃった。で、でもなんか頑張ってもらっちゃったから、確認がいらないとはもう言えない感じになっちゃってるわけ。これで見て、いろいろこう、 で、しかもさ、周りのさ、タレがさ、ちょっと白くなっちゃうじゃん、油が。もう時間経ってて、か白くなっちゃったりとかしててさ。あと、ついさっきこれトルフ食っちゃってるからさ、<laughs> なんか確認に対する思いも消えたりとかしててさ、これ確認どうしようかでも、まあでも思い直しても、やっぱりあのギャグ面白いな。うちのミさんももう聞いただけであんな笑ってたから、つって。まあうちのミさん何でも笑うんだけど、<laughs> か確認、カットっといて今からミさん叩き起こして確認作れっていうのもきっちいよな。どうなんだろうみたいなやった結果、したら、ディレクターの清水くんっていうのが、 あの、わかりましたと。そ著作権をクリアしてる、持ってる自分たちの持ってる画像の中の角煮の、角煮だけをフォトショップで切り抜いて、で、今度持ってる画像の、俺の一番聞いた器だけの角度がそれに合う画像を切り取って、これで、それを合成することで、俺の持ってる白い器に当たり前の角煮が完全に乗っているっていう画像を作り上げて、これですねって話になって。 これだよあの、こ、なんだろう、う多分俺の中で今、日本一確認を作る才能に恵まれたディレクターなんだ。これで、その確認っていう画面の横に確認をドーンって置いたら、もうね、感動で、面白いかどうかはわからない。<laughs> ね、<laughs> 全然わからないもん、もう。 ん <laughs>